じゃあ魔道具の方は性能をアップさせたものが欲しいのだわ。アクセはブレスレットとピアスね。オーダーありがとうございます。では早速炉を温めてまいりますので少々お待ちください。あのゼビアンテス様、ちょっと買いすぎては？心配いらないのだわ。当てもなしに買ってるわけじゃないもの。ドロイエ、例の件、報酬って何だったのだわ？ダリエルが見つかったら何だってくれてやる。どこにいるのだ、ダリエル。ああ、ドロイエのためにも早く見つけてあげなくっちゃ。頑張ってみるね。ああ、ありがとう。にしてもあの顔、ダリエルはここにいるってのに。人の困ってる顔ほど面白いもんはないわよね。あの当てがあるならよかったです。でもやっぱりお買い物は控えめ。ゼビ様、全て最短で仕上げられるとのことです。そこでなんですが、今ならより強くより華やかに魔道具を強化できるパーツを特別価格で追加することができるんです。酒井君、営業トーク始めた？お値段はこちらで。さすがに予算。俺も普通の客だったらこんなこと言いません。でもミスリルが最高に似合うゼビ様だからこそ。やっぱり金って夢のために使うものだと思うんです。結局はゼビ様のところに帰ってくる。ダメ、流されないで。俺がゼビ様のカジノになるから。じゃあそっちも追加で。毎度あり。これはママさんのお手伝い、もっとするしかないのだわ。ママさん、乾かしたのだわ。ありがとう、ゼビちゃん。はい。お洗濯物を毎日たくさん乾かして、追加分は後払いにしてもらって。両サイクルと負の連鎖が混在している。ではこちらにサインを。ゼビアンテス様、マリーカのお手伝いいっぱいしてね。にしてもうちのナンバーワン家事師強すぎでしょう。